では新型の、2023年マシン、まずは一番の注目パワーユニット解説の方お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ついに、ついに EJ20 から、FA24 に、ついに変わったと、いうことで、市販のエンジンとの一番の違いどの辺でしょうか。まずはエンジンとしては FA24 をベースにさせていただいてます、とはいってもモータースポーツで使うので、ピストンとですねコンロットとかのところはかなり専用にして、出力アップに耐えるような形をしています。それ以外は、吸気系、排気系は完全に一新しておりまして、そのあたりで出力を出すというところと、信頼性確保というところで作り込んでおります。タービンなんかも違うわけですね。ターボは量産車は下置きという、前置きというか、こういう形なんですけど、いいところもいっぱいあるんですが、なかなか車高を下げていくとですねデメリットも出てくるところもありまして、最適化というところは正直あるんですが、EJ と同じような、右の後ろのところにターボ大きいものをちょっと乗せているような形になります。レイアウトがだいぶ変わってる、そうですね、インタークーラーも相当これでかくて熱いですね。そうですね、今までは量産ベースのやつをしてたんですけど、やはり出力が上がるというところもありまして、大型のやつを新たに作っております。これやっぱりメリットはやっぱり市販車でもそうでしたけど、やっぱりそのハイキルアップによるその低速のトルク、この辺やっぱりレースカーでもその辺でしょうか。やはり最終的には特にニュールは、コーションが出たりですとか低速から走り出すみたいなところもあって、正直 EJ ちょっと弱いところもあったんですけど、そこら辺のメリットは大きいと思ってます。実際テストで乗っていただいているドライバーさんにも、やっぱ低速トルクがあって乗りやすいというようなところも言われています。その一方でその高回転の方は、やっぱり EJ ほどのその、レブリミットは高くないとか、そういうイメージです。そこは正直あるんですけれども、ご存知の通りリストリクター、空気を吸えない装置が入ってまして、あまり上って馬力がそんなにガンガン出ないので、なのでそこはそれほど大きなデメリットではないと思います。低速のトルクの低い方がはるかに、メリットとしてある、そう考えております。今のこの FA24 は、EJ の時によく言うクローズドデッキとかオープンデッキとかいう言い方ありましたが、それだとどの辺に該当するんですか。こっちだ と、クローズドじゃないので、オープンの方になる。オープンになるわけですね。でも今時はもうそれで十分な強度が、そうですね、空気量制限もあるところもセットでなんですけど、そこは、成立はできております。なるほど、あとこのニュールマシン用の EFA24 のポイント、他にどういうところありますでしょうか。一番はやっぱりそうですね、このインマニがすごいでかくてごついといいますか。そうですね、ここは新設計ができましたので、当然レイアウト上の限界はあるんですけど、制約の中で最良の形を解析で見つけ出した上で形にしているようなものになりますので、各部品そんな感じですね。市販のインマニって樹脂ですよね。なのでやはり出力上げて、かき圧を上げていくと、いろいろトラブルも出ますので、その辺も含めてアルミになって。あとこのタービンがね、移動とかしてますけども、これ排気はいわゆる盗聴ということで、そうですね、極力盗聴の形に、なっています。なるほど。あとやっぱりこう排気量上がることによって、その何ですか、熱対策とかっていうのは EJ に比べてどうなんですか。そうですね、やっぱりそこら辺もありまして、今までだとラジエーターの方にミッションとエンジンのクーラーを一緒に持たせてたんですけど、本来ラジエーターの仕事をさせるために独立させてまして、ミッションはもともとデフは後ろでクーラー持ってたんですけど、その形にさせていただいて、でエンジンも、ちょっと別置きのオイルクーラーをして、冷却性能を上げるような形にしております。そうですね、この搭載位置の高い低いとかで言うと、従来とどうなんですか。少し下げているようなイメージになりますね。なるほど。あとはこう例えばレース中でも、排気量が上がる方が燃費の面では有利だったり、そこはどうなんでしょうか。燃費はちょっとまだそこら辺はあんまり
必ずしもいいとは言えないところもある。ただ燃料タンクが、はい、あの排気量が上がったところが大きくなっているので、はいはい、まあ、一手声の部分、まあ、出力が上がっているので、はいはい、正直そういうところは、なるほど、はい、あります。ほう、なるほどですね。あとこのね、なんかオイルフィルターの位置とかはなんか、ね、はい、市販と、そうです ね、ちょっとはい、はい、かなり近いで、やっぱりあのカムはチェーン駆動のまま、はい、そうですね、その辺はあの FA のまま、FA の、はい、ベースを使っておりますので、はいはい、その形になります。なるほどですね。なんとなくですけど、これまでよりエンジンルームにちょっと余裕が感じられる気がしなくもないですが、変わりませんか。そうですね、はい、まあ、車体側も変わっているのでそのあたりもあるかもしれない、ね、はい、そうですか、はい、この FA24 を、はい、レーシングエンジンにするにあたって、はい、まあ、そのピストンとかコンロッドとか強化品にしたという話でしたが、はいはい、まあ、一番そのレーシングエンジンにするにあたって苦労したところといいますか、難しかったところ、こう言ってしまうとあれなんですよ、意外とベースエンジンが、はい、意外とって言ったら怒られちゃう、はい、よくてですね、はい、非常にそういう意味だと耐久信頼性を心配しながら開発してたんですけど、はい、割とそこはすっといきまして、エンジン本体は丈夫だなというところが正直なところですね、はいはい、なるほどですね。FA24 はそもそもそういう戦う用のエンジンに、はい、意外とベースとして、また意外と言っちゃう、ごめんなさい、分かりました、ニュアンスはなんか分かりますね、分かります、どっちかというとやっぱり EJ の時代はね、もうパワーだとかね、WRC で活動みたいな、ね、やっぱ FA 世代はね、どうしてもこのエミシス、ね、はい、環境性能とか、はい、っていうところがあったんで、ベースとしては必ずしもね、戦う心臓としてはどうなんだろうと、我々もあのそこは疑問というか、すいません、変な言い方で、いやいや、分かります、不安なところあったんですが、はいはい、やってみたら、あ、非常にこれは戦うエンジンにベースとしてはいいな、大丈夫だと、はい、そうなるほどです、そうですか、はい、なるほど。で、あの今度はトランスミッションの方はですね、はいはい、あのどのような感じなんでしょう。トランスミッションはあの、はい、去年、まあ、今年の2年車もそうなんですけども、はい、専用になっていまして、はい、エンジンの出力が上がるのに対しては、はい、一部あの強化しなきゃいけない部分を強化しているので、はい、基本は踏襲しております。なるほど、はいはい、なのでただあの出力も上がっているので、はい、まあ、当然最高速も上がっていくという部分もあって、はい、冷却の、あの強化という部分で、はい、先ほどちょっとお話したラジエーターにいたところを、はい、後ろの専用の空冷クーラーにして、はい、さらに冷やせるというようなところはセットで入れている形になります。はい、はい、なるほど。で、あの段数でいうと、シーケンシャルの、あ、そうですね、はい、そこは何だっけ、6速、6段数、はい、6速、はい、なるほど。その辺はちょっとレギュレーションの話もありまして、はい、そのままですね。あ、そうなんですね。はい、はい、なるほど、はい、分かりました。はい、あとね、あと、まあ、もちろん AWD ということですね。そうですね、はい、その辺の駆動系に関しても、はい、22マシンの踏襲というイメージですか。はい、の、はい、そうですね、はい、まあ、もちろんボディが変わってて変わってる部分もあります。去年のマシンが、まあ、要は先行的な、はい、この内容に近いものだったわけですよね。そうですね、タイヤも大きくなっているのを見ていただくと分かる、はい、その辺を先行で入れてた部分ではあります。はい、なるほど、はい、はい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、いやいや、ありがとうございます、はい、また走りを楽しみにさせていただきます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございました。